皆さんこんにちは。株式会社ダイナビジョンのクリスタルヒーラーのアキです。こんにちは。ダイナビジョンの創始者のハッピースピリチュアルライフを提唱している穴口恵子です。今日は恵子さんをお招きして、夏至に向けて皆さんが風の時代、高次元のそのガイドたちと仲良くなっていたらどんな風にその人生が開けるのか、そして自分がご縁がある高次元のガイドが知れるっていうちょっと診断をね、動画を通して皆さんにお届けできたらなと思って、今日は恵子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。お願いします。そうですよね、もうなんかね、結構4月って結構大変な方がいっぱいいたかなって思うんですよ。ちょっとなんか、土の時代のなんかこう重荷とか深いものがまだ解放されていなかったりとかしていて、風の時代なのにって思って、こう軽やかにすごくこう開いて、自分のハートを開いて、もう本当に私たちが言っている原神とこのつながっていくっていうことがちょっと厳しいなって思ってた方もいるようで、なんかちょっと焦ってたりとか、これからどうなるんだろうかと思ってたりとか。でも夏至っていうのはね、最も本当にパワフルな、私たちがこの2021年のこの風の時代の基盤をちゃんと作っていくためにチャンスがやってきてると私は思っているんですね。6月15日ぐらいからその夏至に向けてはですね、結構このパワフルな日、結構一粒万倍日と天赦日ね、実際に天が許すというね、あのパワフルな日もあるので、そこまでね、結構、いろんなことがあったとしても、やっぱり今大事なのはこの風の時代って、地球の次元上昇と私たちの次元上昇が結構シンクロしている中で、ガイドたちがねえねえねえっていう、すごいこれちょっともしもしとか結構あなたにちょっとトントン、あのお話したいんですけどって言ってきてくれてるんですよ。こうやってね、動画を見てくれている皆さんも、あなたの周りにいる方々も結構ね、あのガイドたちがサインを送ってるけど、なかなかサインが読み取れないのは、もう本当にたくさんいすぎてわからないから、だって一概にね、高次元ガイドって言ってもですね、それこそ神女神という存在であったりとか、皆さんよく聞く竜神とつながってとかね、この鳳凰とつながってとかね、キリンとかですね、天使たちとか、アセンデッドマスターたちとかも、本当に結構初めての方はどういうことってわからないかもしれないので、今回はやはりこの2021年、この風の時代、あなたが本当に遊ぶように軽やかに、自分のが主人公になってね、原神になっていただきたいと思うので、あなたはちょっと診断を受けて、どんなガイドとつながっていくことで、この夏至の最高の超パワフルなエネルギーをあなたの人生に取り込んでいただけるかなと思っていて、それでね、私たちこれ企画したんですよね。すごいワクワクします。だから今回は結構ね、その割とガイドを絞ることによって、本当にこのガイドって役に立とうとしてくれているということが、すごく嬉しいかなと思うんですよ。もう本当にガイドとも共同創造しながら、その時はこのガイドと共同創造みたいな、そのいろいろな役割の中でできるって感じですかね。役割を持っているので、の人生のこの風の時代で、どの領域って言った時に、例えばお金とかですね、転職とかですね、人間関係の豊かさとかね、ロマンスとかね、健康とかいろいろあると思うんですよね。感情の起伏が激しすぎて、こう混乱しがちな人とかね、いたら、どんな時にどんなガイドが、だからあなたの今をちゃんと理解する。だからこの診断って、まず本当に自分はどんなことが望んでいるのかっていうことを分かった上で、ガイドたちはね、もう待って、スタンバってくれているので、呼んでいただけたらと思うんですね。はい。楽しみです。楽しみです。はい、ね、楽しみですね。ということで、これからね、読み上げるチェック項目で一番おすすめなガイドを診断していきたいと思います。深く考えすぎずに、直感でイエスと思ったものにチェックを入れていただけたらと思います。では最初のチェック項目です。収入面でステージアップしたい、豊かな人間関係を望んでいる、ただお金が稼ぎたいのではなく、ハッピーな豊かさの流れを循環させたいと感じている、常に足りない恐れのマインドから十分豊かにある方へとシフトをしていきたい、自分と周りの可能性と豊かさをもっと信頼できるようになりたい、
筋脈、人脈という言葉に惹かれる。はい、皆さんね、全部欲しいっていう方もいるし、どちらかというと今のあなたの現状はどうでしょうか。どのところに響き渡りますか。このあきちゃんがね読んでくれた項目、結構当てはまる方はですね、このような方は女神アバンダンティアとつながったらいいんですね。それがおすすめなんです。まあ、女神アバンダンティアというのは豊穣の女神なんです。はい、ローマやギリシャに結構ね、そこからやってきた女神なんですけれども、まあ私たち、まあ一番身近に感じるのは弁財天とかもそんなエネルギーなんですけれども、この女神アバンダンティアはですね、本当にあなた自身がもうすでにあなたの内側に豊かさがあることを気づかせてくれたりとか、もう目の前にほら豊かな人間関係がここにあるよっていうことを教えてくれたりとかね、そして、このあなたがやっている才能が実は経済的な豊かさに導くんだよということを、実際に、示してくれたりとか、いろんな兆しが女神アバンダンティアを呼んで仲良くなっていくと教えてくれるわけですね。こういう自分が今変化の、時に、このより自分の内側にある豊かさを引き出して、そして豊かさをこの現実化していくところで彼女はサポートしてくれますので、はい、どんな風にねこうつながったらいいかとか気になると思うんですけれども、はい、何よりもですね、あなたが心がこう、ね、いろいろこうアップダウンしていたとしてもですね、深い呼吸をして、ゆったりと、リラックスした時にまずはーって自分のハートとつながってほしいんですね。で、そうしていく時にですね、女神アバンダンティアってちょっと声かけるんですよ。ほら、誰かを呼ぶ時って声かけないと気づいてくる、同じ、声かけてみると、なんかさーってね、目の前にこう温かくエネルギーが感じられたりとか、もうなんかキンキラキンのゴールドの光で現れたりするんですよね。こうやってつながっておくと、いいですね。で、やっぱりこの、実際にこういうのをつながりやすくするような、そういった遠隔なんかもあるのでね、こういうのを受けるのもいいかもしれませんね。でも大事なのは、女神アバンダンティアが常にあなたのそばにいてくれることに意識を向けたときに、例えば888とかゾロ目を見たりとか、なんかパッて黄金の色に意識が向くとか言ってると思ってるときとか、気づいたら、はい、そういう風にアバンダンティアがそばに来てるよ、あなたにサインを送っているよとかいうことなんですね。恵子さんがこれまでその女神アバンダンティアとつながってなんか体験したことの中ですごい一番印象に残っていることとかってありますか。なんか私自身が、はい、ダイナビジョンを創始者としてやってきた、やっぱり私自身の、内側にある豊かな、人間関係を深めていきたいって思った時があったとか、やっぱりそうするとどんなことが起こるかというと、アバンダンティアとつながっていると、立って誰かが会いたかった人を紹介してくれたりとか、アメリカ人のたくさん のゲストをね、アラン・コーエンさんなんかも、本を通してパッて出会わせてくれたのもアバンダンティアだし、で今ねフランスに住んでいらっしゃるソーニャ・ショーケットさんなんかも、彼女に会いたいと思ったらここに行ったらいいよっていうのは誰かから送られてきたなんか招待状、はい、あるけど行かないって言ってくれたのだったりとか、で、亡くなられたルイス・ヘイっていうね、まあ、スピリチュアルな本のこのヒールやセルフといってね、この一番こう結構ヘイハウスの創始者ですよね、亡くなられたんですけれども、亡くなられる 数年前に、あ、私ルイス・ヘイさんにはまだ会ったことないから会えたらいいなって思ったら、それこそ日本に呼んでたアラン・コーエンさんが、このヘイハウスのイベントがあるからおいでよって呼んでくれて、で著者だけしか入らないパーティーに私もヘイハウスの著者じゃないのに一緒に連れてってくれて、ルイス・ヘイに握手できたりとか、豊かさ、人間関係の豊かさっていうのは結構多かったですよね。それと同時に、もうダイナビジョンが今あるのは26年目を迎えているのも、やっぱり経済が回るっていう意味で、私はそのアバンダンティアに私の天命や周りの人の天命を通して、豊かな、経済力が、それぞれに
身につきますようにって思ってね、アバンダンティアを呼んだんですよ。それは活動範囲が広がっていくだけではなくて、呼んだゲストも日本で初めて来た人たちも結構ね、あのダイナビジョンギャラいっぱい払って喜んで、うんうん、ふわふわって帰ってもらったりとか、それもね、実際そんな風にアバンダンティアにいろんなことを話すことを通してご縁を深め、そのご縁が実際に現実化した時には、経済も後からついてくるみたいな、それはやっぱり、うん、自分の中にあるね豊かさを思い出させてくれるのもアバンダンティアかなと思います。ちっちゃな一人で始めた会社がね、うん、こういうもう26年続くってなかなかないんですよね、本当はね。本当そうですね、天命を生きることにのっていう意味での豊かさをやっぱりアバンダンティアと共に歩んできたからこそ私は今ここにあるし、ね、うん、ヒーラーアキちゃんもね、うん、長いじゃないですか、はい、自分の豊かな才能が開かれていったのも、うん、私このアバンダンティアの、ね、遠隔をやってるし、そういうのもあるかなと思うんですけどね。本当そうですね、なんか女神アバンダンティアとつながると本当その豊かさっていう、まあ、経済的なものもそうなんですけど、例えば今月これぐらい欲しいっていうのもすごい女神アバンダンティアと想像共同想像することでなんかいろんな直感が降ってきたりとか、なんかそういう話をねお客様からもよく聞くんですよね。で私自身も女神アバンダンティアが初めて、あの女神アバンダンティアの CD が、恵子さんの CD があって、それをリリースしたその日にみんなで福山雅治さんに出会ったっていうのがすごく印象的な思い出としてすごいあって、本当になんかミラクルと思うようなことがバンバン起こってくるなって思っています。女神アバンダンティアとつながると、つながるとなんか臨時収入と か、うん、なんか入る方が結構多いんですよね。ねえ、なんかそういう声も多いですね。なんかこんなの、うん、あったらいいな、嬉しいなってこの喜んでたらそれを持ってる人が現れて貸してくれるとか、私もう十分使ってて、ね、ずっと使っててとかねすごいことが。なので皆さんも女神ね、さっきのチェック項目にが一つでもある方はぜひ女神アバンダンティアとつながりを強めてみてください。そして次の項目に早速移っていきたいと思います。はい、次は社会に植え付けられた思い込みやトラウマを断ち切って自由に楽しく生きたい。自分だけではなくもっと自由に生きられる人を増やしていきたい。怒っていないことを心配せず心強さや安心感を感じられるようになりたい。真実を見通し進むべき道が分かるようになりたい。直感を研ぎ澄ませ自信を持って行動できるようになりたい。京都鞍馬山に惹かれる、行ったことがある、ね、どうでしょう皆さん、どのぐらいここの項目で惹かれましたか。こちらがすごいさっきよりこう惹かれたと思う方はぜひアセンデッドマスターサナトクマラとつながることをお勧めします。ちょうどですね、まあ、アセンデッドマスターサナトクマラといえばですね、ウシーさんに霊気を伝授した、アセンデッドマスターですね。京都の山に金星から降り立っていて、しかも75万年前からね、あのサナトクマラがいるって言ったりとかね、人によってはね、なんか7500万年とかいろいろあるんですけど、それは関係なくアセンデッドマスターは金星から来た、人類に本当に貢献するマスターで、やっぱり霊気もそうやって伝授されたようにこうヒーリングとかですね、いろんな深い人類が本来、取り込む必要のなかったエネルギーを解放され、してくれる、そして本来の自分の状態に戻して宇宙とのつながりを、ね、宇宙の生命エネルギーとつながって、実際本来の自分に戻っていくことであったりとか、でやっぱりこう、ね、あの自分自身が曖昧になることを、があった時もですね、さてその曖昧になる理由はいろんな、過去の経験から来るトラウマであったりとか、社会にからこう刷り込まれていた思い込みであったりとか、親から受け継いだとか、ね、先祖からこうやってっていろいろあると思うんですが、うん、そういったものをですねアセンデッドマスターさんのところもらって結構一掃することをね、結構パワフルなエネルギーで断ち切ってくれるんですよね。そう、ただただこう宇宙エネルギーを流すためにこの霊気を伝授させてやるという
わけではなくて、今やもうアセンデルマスターはさらに進化して新しいエネルギーを注いでくれているので、うん、ぜひね皆さんはアセンデルマスターさんのとくまらが気になる方はですね、うん、特になんかってこう風の時代なのになんか足かせごめん足かせを感じててなんか呪縛されてるとか思った人って結構はサナットクマラいいですよもう、うんうん、なるほど結構やっぱりこう、ね、自分の真実に戻してくれるというかねそれ以外もなんか結構クリアにしてくれるかなって感じですね、うんうん、ちなみにキューコさんサナトクマラへの効果的 なんかお願いの仕方だったりなんかサポートしてます、うん、やっぱりね、高次元ガイドが、ね、さっきも言ったようにつながるためにまずあなた自身がとにかく落ち着いてリラックスするっていうのはどんなガイドとも同じなんですけど、はい、で効果的にあのアセンデルマスターサナトクマラとつながるときはもう意思私の意思をはっきりと示しますみたいな、うん、やった過去のさまざまなこういうトラウマから解放されたいんですとかね、うん、現状をはっきりと自分で結構ね理解してだからこそ私は風の時代はこういう世界で生きようと思っているそれが自分の真実だからそうじゃない幻想をクリアにする手助けをしてくださいってサナトクマラを呼んで言うといいですね。そんなの一方的でとか思うんだけど、はい、は一方的に思ってるけどちゃんと来て、うん、サナトクマラさん来てって言ってお友達呼ぶように来てって来てくださいって言ったら来てるんですよ。で、うん、それ次から次に自分がもう呪縛されているとか制限づけられているあるいはなんかわからないけどそのなんか深いこの悲しみや深い感情とかがこうクリアになってなかったりとかするときに、うん言って呼んでいくといいですよね。だからすごい高周波なエネルギーで浄化されていきますね。なので皆さんもぜひ何か自分自身の断ち切りたいものがあったりとか、うん、するときにはぜひサナトクマラとねつながってみるのをおすすめしています。そうですよね、うん、なのでねそういう意味も、うん、はいつながっています。はい、はい、では3つ目のチェック項目です。はい、滞りのある状況や人間関係をクリアにしたいと感じている。定期的に自分自身の心や体やエネルギーを整えたり浄化していきたい。綺麗な水や空気のいい場所に惹かれている。何年も蓄積してきたトラウマを癒し自分本来の輝きを放っていきたい。この世界で生きることに関して罪悪感を持ってしまう。あとは女性性、自分自身のその女性性を発揮していくことへの抵抗がある。自分の本当にやりたいことではなく周りのやりたいことを優先してどうしても自分のことが後回しになってしまう。はい、いかがでしたか。ちょっともうこれ根深いねなんかこう、ものをね抱えて、うんとかね、なんか気がついたら なんか誰かの、犠牲になってたりとかする方にも、うん、この存在、この存在私大好きなんですけど、はい、ぜひここをチェックした方はセオリス姫とつながるのがおすすめなんです。セオリス姫といえばもう、はい、原江戸神社とかね原江戸にいるんですよ。だから大祓いはいわけなんですけど、もう風神、雷神、そして水ですよね、うん、大雨とかね、その大祓いをしてくれる、はい、セオリス姫はそうやってそれだけじゃなくて本当に愛が深いんですよ。私たちは本当にこの地球上で、神として生きることをね本当にこう無条件の愛で支えてくれているのがセオリス姫なんですね。なので、この今自分がこの変化の渦中にあってこの風の時代本当に軽やかに遊ぶように遊びながらですよね、本当の自分のままで生きることを許可、するためにね、サポートに来ていますので、セオリス姫はもうちょっとしたことでもねすぐ来てくれます。で、まあ、セオリス姫を呼んでください。そしてはですね、あなたの近くにあるそういった滝とかね、湖でも海でもですね、そういった川でもですね、その水の精霊たちを引き連れて来たりとか、ある時はですね急に来たりとかすると私にもあったんですけれども、お伊勢さんにお参りしに行って
まさかセオリツィマン来るとは私は思ってなかったんだけど、もうすごいいい天気だったのに、急にですね雷が鳴って大雨になって風が吹いてきて、あれなんでこんな急にって言ったら、私よ私とか言ってセオリツィマンが、初めて彼女に出会ったんですよね。公式に6年ぐらいだったと思うんですけど、うん、そうやってやっぱり私自身がなんか本当にその時に自分で迷ってたことがあるんですよ、うん、自分 の, そのやっている、そのことに対して、不安になってたりとか、なんかこう誰かの犠牲になってるみたいな気持ちになったんですよね、なってたんですよね、それをそのやってても。そのことを自分でつぶやいてたら、うん、私を使ってくださいって言ってきて、だから雷来てね、本当に嵐になって一瞬にして2時間で終わったけど、うん、そういう風に強烈な大払いがなされるんですよね。で、うん、呼んだら来ます。で、どんな形でつながったらいいかというと、本当にね、自分の弱みを見せてください、うん、そうなんですよ、クシューンってなってても、そのクシューンとなっているところにあるこのわだかまりとか感情とかを一掃して、もうすごいエネルギーで払ってくれるんですよ、うん、そうすると清らかなありのままの自分に戻り、自分の素直な心に戻った時に、その時もブワーって2時間かかって来てくれててね、うん、最近だったらスルッと来てさらっとしてくれる、早くヒーリングに来てくれると思うんですけど、その当時っていうのはやっぱりなかなか重いものが自分が感じてたし、もうそれをクリアにしていった後は、でもね、体感受したぐらい自分が、自分はこれで大丈夫っていうね、すごいピュアな自分の、本質につながれたんですよね。すごい素敵。あれですかね、その女性性をテーマにしているのもやっぱり得意なんですかね、セオリツィマン。そうですね、日本の中でもその日本の女性がこの女性性とか、女性はやっぱり虐げられてきているっていう意識、うん、グループ意識が強いみたいで、で、うん、そういうところであったりとか、それとか女性のセクシュアリティにおいてもすごく封印してきたりとか、うん、性に対するこのなんかこう、汚らわしいとか、そういった自分の性に対するエネルギー、その 性エネルギーってすごいポジティブなものだなのに、そういうふうに書いてないですか、そういったところもクリアにしていくっていうところも、そうサポートしてますね。なるほど。そうか、恵子さん、セオリツィマンの来たるサインっていうのはやっぱりその風だったりとか、やっぱり稲妻だったり、うん、雨パラパラって、雨全然降ってなかったのにパラパラパラって来たりとか、うん、で結構ね、セオリツィマンって竜神ともつながっているので、その竜の形のした雲とか見た時にセオリツィマン一緒に乗っかってきたりとかしている、ぜひ皆さんもそんなサインを受け取ってみてください。はい、ぜひね、ね、ガイドたちは今本当に一緒に働いて、純粋にこのね、クリアにあなたらしく生きることをサポートしてくれるんで、恵子さん、このそれぞれのガイドたちともっと仲良くなって、なんかつながりを深めていくには、なんかどんな方法が他にあったりするんですか。彼らからの世界でいろいろ話を聞いていくと、自分が会っている人には内側に光の増してきているんですね。その本当に自分とのつながりを深めていくことを、ね、されるといいんですよね。自分と、ちなみに恵子さんは今その自分自身とつながりを深めることを今意識していることって何かあったりしますか。それはね、私は私であるというね、それを感じるための瞑想を通してやってたり、エネルギーパークでね、私がよく遠隔で皆さんに送っているのは、常に自分に対しても送っててくるわけですよ、はい、エネルギー をどんどん受け取って、自分とのつながり、自分のやっぱり原神とのつながりを深めていることが最近多いですよね。多次元のハイアーセルフとつながっていることを通して、実際に周波数を上げる、結局でこのガイドたちの存在しているその彼らが、うろうろしている周波数、要は高周波な自分でいるということがマッチングして、ガイドの行動創造ができる器がどんどん広がっていくんですよね、はい、楽しみ。ぜひね、この風の時代、ガイドたちとつながりながら、高次元の存在とつながりながら共同創造することで、より軽やかに
自分の人生をシフトさせていく可能性を、無限の可能性がどんどん開かれていく、そんな感じです ね。立ちもらえたら嬉しいですね、はい、ぜひ皆さん今回のこの診断を受けて、自分にとってのつながりのある存在を知って、日常の中でつながりを、サインを受け取ることをしてみてください。今日は本当にありがとうございました。けいこさん、ありがとうございました。